ちゃちゃなかなか登んないからね、貴重な映像。登れるかな、あれ、挑戦してる今、ちゃちゃが。ここにね、乗しちゃったの、うん、ここ、机まで行くけど逃げるの、うん、頑張れ。でもこっからはね、ちゃんと一人で行ったよ。頑張った。その角度じゃいけんな、その角度じゃいけんな。一番登りやすいのってこの窓側じゃね。あ、まあね、こっちが登りやすいようにできてるけど。出て行ける、行ける。一人で行った、ここ。うん、そっからどこに一人で行った。ちょっとでも行くとき後ろ足がわたたってなったけど大丈夫だな。はい、じゃあ、はい、じゃあ行こう。行ってみよう。チャレンジ、チャレンジ。うちには肉こにおったるし、な。業務手伝っとるやん。怖いもん大丈夫って。落ちたらキャッチするぐらいでいいやってお尻持って持ち上げちゃってんじゃん、色がよーしよーし。でも登ったらもうね、こっちもやな、ちゃちゃ。そうやな。よしよしよし、怖かった。ちょっとこっからまた一周始まるやん、ちゃちゃ。おい、座った。あれ、何だ、貴重な映像。はい、ちゃちゃ、はみ出とる肉球。そっち行く？まだ心配になってきたよ。行くよ。なってきた？あ、今登っとるねってお兄ちゃん登っとるの不思議やな、言ったらな。いや、自分で行ったね。うん、嬉しいわ、決意してくれて。やっぱちょっとしたさ、決断っているやん、猫にしても。歩いとる、歩いとる、すっげえ可能性を広げたわけや、この社長が。すげえ、奥まで行くよ。そこ通れるかな。そこ、あ、行く行く行く、すごいすごい。頑張る、頑張ってる、頑張ってる。うちがそんな狭いところに。天井だよ、ここ。天井、天井。あ、進むの。すごい、進む進む進む大丈夫、戻れんくなってまうよじゃあ戻れんくなら、へ、大丈夫、あんた移動、移動しや、移動な。ヒロムが来るで。オッケーオッケーオッケー、ヒロムが来たで。まあ行くしかねえブロックし、バレーボールするんだよかったね。せっかく登ったらちょっと満喫しとるわ、まだいいって。登ったら登ったら多分いいんだよ。昔もさ、ほら、冷蔵庫の上とか登ってたじゃん。ただ登るのがめんどくさいから登んないだけなんじゃないかなって思う。ちょっとやっぱり、まあ、猫用には作ったけど、運動神経いいマロンくんが登れるぐらいの感じになっちゃってるからやっぱり。いや、一応登れるけどね。一番上だもんね、この高さ。いや、行ったなって感じだよな。ひょいひょいと行くよ。大丈夫なの？心配になっちゃった。マロンさ、そのチャチャのお尻の方が登るとすんの。普通そっちでしょ。こっちから登りゃいいやん。こっちこっち。あ、そこから登るの。マロン、どこへでも行くよ。本当に楽しい、いいな。見とる、チャチャ一生懸命見とる。あ、そうやって行くのかって。あ、マロン君、降り方教えてあげとるな。こっから降りるんだ。なるほどね。こっから見といて、ね、ここだよって。ちょっとご飯食べに行こうか。いいね。ね、はい、ま、ちゃちゃ。あとは、ね、降りてなかったら、後で降ろしちゃるで。はい、いや、降りてると思うけどな。